カリブ海から来たトークだ。あいよ、皆さん、ジョアンカンです。今日は大事な一日ですよ。 YouTube 活動を始めたいと思います。実は日本に住み始めた時からちょっと待ってよ。お前、人に話す前にちゃんと自分のことを紹介しろ。はい、そうです。僕はカリブ海から来たフランス人のジョアンです。24歳です。母国語はフランス語とクレヨール語なんですけど、スペイン語と少しのイタリア語も話せます。よろしくお願いします。十分ですか？とりあえず言った通りに、日本に住み始めた時から1年が経ってないのに、いろんなおかしくて面白いことが僕に起こって、それで日本人へ、そして外国人へ、そういう話をシェアしたいと思います。外国人のためもビデオをやるだろう。だからなんで英語で話さないの？確かに、実は僕の周りに英語を学びたい人がいっぱいいるので、日本にいるのに日本語より英語の方がもっと話す感じがしてしまいます。だからこのチャンネルを作って、特別に日本語で話したいと思います。チャンネルの内容は日本の生活の診断、ブログ、言語を教えることだから、日本や言語に興味がある方、ぜひぜひ Subscribe and Like。 ありがとう。